お正月もベーラインは通常営業。今日も午後4時から生放送。年末年始は気になるエンタメいろいろあったんじゃないですか。テレビ、スポーツ、ライブ、とにかくバズっている話題を送ってください。今日4時からはバズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベーライン、本年もよろしくお願いいたします。さあ、この後ですけれども、4時からザ・ベーラインです。バズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子ちゃん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。4月1日ですよ。そうですよ、水曜日がね、嬉しいことです。こうやって春原さんとちゃんと挨拶ができて、またまたそんなことを思ってないくせに、またまた春原さんとあのところは思ってないくせに。山寺さん、大丈夫ですか、ところで。あ、大丈夫です、ごめんなさい。1日からね、本当に本当にすいません。ベルつけたらびっくりしました。大丈夫かなと思って、もうそちらに今日ご挨拶伺わないでここで済ませたいと思います。本当すいません、放送上ですいません。いや、ラジオの前にもいらっしゃると思いますよ。体調崩しちゃってる方、いろんな方がいろんな方が聞いてるんですよ。 それでラジオを楽しみに聞いてらっしゃるっていう方もいるかもしれませんから、ね、頑張りを直うじゃないですか。ぜひそんな方に楽しいベイラインを届けてあげてくださいよ、ね、2020もよろしくお願いしますよ。よろしくお願いいたします。本当にね、ということで、はい、この後あの4時台はバズった山寺、そして5時台は今日はですね、神社先生という方がゲストに。すごい、初の企画ですよ。あれ、ドリーマー先生でしたね。ドリーマー先生の夢占いだったんですけど、はいはい、もうそれじゃなくて今日は1日ですから、そう、ジンジャー先生のご利益、ご利益ということで、ご利益、ご利益、あの、いろんなね、こんなことを神社でお願いしたいと思ってる人も、初詣した人もまだしてない人もいると思いますけど、はい、それをね、あの、どこの神社行ったらいいかっていうのをね、ジンジャー先生が教えてくれるんですよ。神社案内してくれるの。そういうことなの。なるほど。あなたがお願いしたいことをぜひ皆さん具体的に送っていただきたいなと思います、はい、お願いします。メッセージはベーライアットマーク bayfm.co.jp までです。お待ちしています。はい、この後よろしくお願いします、はい、ドリーマー先生同様、きっと1年に1度しか登場しない先生だと思いますので、ジンジャー先生にぜひご相談ください。ということで、ここまでのお相手は春原由紀でした。今年2020年も一途よろしくお願いいたします。また来週月曜日ね。時刻は午後4時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。はい、いや、令和2年2020年がスタートいたしました。いたしましたね。1月1日ですよ、水曜日が。そうですよ、ということで、まあ、このベイラインは月曜日から金曜日、この帯というやつでやってるわけでございますけども、はい、そのスタートが我々今日水曜日ということで、ありがとうございます。もうね、このベイ FM を代表するまでいきますよ。ベイザ・ベイライン、はい、もう一度代表して本当に本年もよろしくお願いしたいと。よろしくお願いいたします。でもなかなか難しい。そうなね、令和2年も忙しい、毎日毎日聞いたりメールは大変だ、うん、水曜日だけでもちょっとな、ガが強いよ、ガが強い。もっとえ、もっとみんなでさ、みんなで肩を組んでさ、やろうよ、ね、懐の深い、全世界をよろしくお願いいたします。逆に広すぎてよく分かる、話が誰が誰に言ってるか分かんなくなるからね。そうですよ。じゃあ僕をよろしく、ね、岡田ロビン翔子もお願いしますよ。どうですか、本当に、ね、普通にほらね、昨日までもあったんですよね、これ一日こうね、なんすか、やっぱ節目っていうのはね、でもなんかこう変わる時ってね、気持ちを新たにじゃないですけど、はい、じゃ伸びますよね。そうすか、何かが大きく変わったかって聞かれたら、まあ変わんないなっていう印象はあるけど。でもロビンさんはね、他局でもう昨日も仕事して、今日もこれで喋って、いやいやいや、また明日もやるそうですから。いいです、私の情報はいいです。僕はね、比較的こうお休みでちょうどこれだけ入っちゃってる。ひでえ言い方、ちょっとありがたいことに、こんなにありがたいことないですよ。ありがたい、それなのに何ですか。いや、だから僕これずっと休み、これなかったら干されたのかと思っちゃうところだったら。ね、こういうお仕事してる人間ってそういうとこあるんですよ。あ、そうか、まあ、芸人なんて特にね、お笑い番組多いし、歌手の方もそうじゃないですか。確かに何個出てるとか、それに比べると私は出てないとか俺は出てないとかいろいろ思うんじゃないですか。でも山寺さん、声優はあんまり思わないんですけど、山寺さんの場合は、この1月1日のベイラインがなかったら、もしかしたら旅行とかに行けてたかもしれないっていう思考回路ですよね、多分。ああ入っちゃったよってことですよね。どうせあの一人旅が苦手なタイプですし、どこにも行かないんで。ありがたいんです、入ってくれて。逆にちょうどよかった。その代わりも前後はもう忘年会と新年会がっつり入ってますからね。どういで、顔がちょっとむくんでるなと。お酒飲まれてるんだろうなっていう。私ですか、あなた何か言いたことありました。いっぱいありますけど、どうぞ。
私はまあね、どういう風に過ごしたんですか、アルビちゃん。昨日ね、あ、私はあの夜の9時にあのお仕事が終わったので、はい、そのまんまお家に帰るのも、はい、9時に終わって、ね、9時に終わったので、あの、はい、お仕事終わってそのまま家帰るの間から、あの明治神宮に行きまして、はい、もう大人数でみんなで1987って、大人数って知らない人たちですよ、ね、もちろんです。いいじゃないですか。もうあんた栗ぼっちの話してる、もう味噌かぼっちですか。私は味噌ぼっちですか。違います、友達と行って、でも友達と2人でやって、でも周りにはね、もう知らないけど、はい、もうみんな友達ですよ。いや違うと思うけど、楽しく過ごしたって、うん、山寺さんどうですか。僕はあの両親と、はいはい、まあ、東京にいるんで、はいはい、両親とあの姉夫婦、ほうほうほう、みんな一緒に、まあ、毎年過ごしてですかね、ここのとこね、じゃあカウントダウンして一緒にずっと紅白見てという。で僕はですね、あの今日いいことがありまして、まだあの初詣行けてないんですけども、先ほどねコンビニ行きまして、このベイフェムのすぐ近く1店舗閉まっちゃったら1店舗空いてたんですよ。行ってましたね。そのおかげでね、僕あのちゃんとご飯を食べることにしたんですけど、うどん、そこで、うん、うどん食べたんですけど、その後にねガムとあのあれ買ったんですよ、ミントタブレット、あいつもね食べてらっしゃいますね、買ったんですよ。でね、1日からご苦労様です、あもう空いててくれてよかったです、うん、ご苦労様って言って、これを買ったらお会計、はい1111円ですと。おー、すごい。1月1日に見てください、このレシート、私1111円、1111の買い物をしました。どうですか、絶対狙いましたよね。今年は狙ってません。狙いましたね、これは狙えるもんじゃないです。あー、もう 10% があれも計算して、これをオープニングで言おうと思っての。だから先ほどのことですよ、15時26分、すごい。でもこんなに綺麗に1111、1月1日ですよ、ね、すごいですよね、すごい。はい、これをね、僕はこれから1年おでこに貼って過ごしたいと思っておりますね。油でギトギトになっちゃうから。はい、皆さんはどのような ね大晦日、そして新年を迎えたんでしょうかね、教えてください、はい、さあ今日のメニュー紹介しましょう。4時台はバズった山寺でございます、うん、芸能スポーツに限らずネットニュース、ツイッターのトレンド、売り切れ続出の新鮮などバズってるもの幅広くピックアップってことですけども、はい、まあこれ昨日の紅白とかね、うん、他にも人気番組いろいろ暴らってはいけないとかいろいろあったじゃないですか。やってました。今日も朝からいろいろ多分ねあったと思います。行く年来る年がもう見てる人もいたと思います。そんなことでね、気になってるものとかあったら、うん、ぜひ教えてくださいということです。なんでも OK でございます。メッセージはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。そしてツイッターをやってる方はぜひね、あの番組を聞きながら、はい、ハッシュタグベイラインをつけて、こうみんなでワイワイとね、こう盛り上げていただけたらなと思います。お願いします。お願いいたします。さあそして今日のご時代はね、初登場ですよこの方。おついに登場、ジンジャー先生のご利益、ご利益ありがとうございます。もう皆さん初詣なさったんでしょうか、これからなんでしょうか。初詣でお願いしたいこと、具体的に教えてください。そう、例えば恋愛運を占ってほしいと思ったら、恋愛運ってそれだけじゃなくて、周りに反対されてるけど今年結婚したいんですと、こういう人なんですなんていうことを具体的に言うとですね、神社先生がぴったりのご利益ある神社を勧めてくる。すごい、ここ行きゃいいってね、もう行った人どうすんだってね。いいんですよ、これからまた行ったっていいんですからね。そっか、行ってくださいよ、お願いします。自分のこうお願いにぴったりな神社を教えてくれるっていう、神社にめっちゃ詳しいんですよ、神社先生。そうなんだ、すごいんです。ちょっと私もお会いしたことまだないので、我々も初対面になるんですよね、ちょっとドキドキしてます。はい、よろしくお願いします、はい、そして6時代はこの人、街の話題のスポットに新スキボス、マシカの DJ しまちゃん登場でございます。新年一発目、うん、今日はどこに行ってるんですか、呼んでみましょう。ゆうきょう、ゆうきょう初泣きでございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。頼りにしております。現在気温が8度で穏やかなお天気の新年1日お正月でございますよ、うん、もう本当に穏やかな気持ちでございますが、ゆうきょうもですね、今日は初詣にやってまいりました。初詣、うん、はい、ご時代の神社のご利益ということですけれども、ね、ご利益ね、そうです、6時台はお寺でございます、うん、なんとですね、柏市にあります、うん、高龍さん、グゼペン店、うん、東海寺にやっております。はい、来ておりますよ。もうすでにおごそかな雰囲気で皆さん初詣なさっておりますけれども、僕もここからですね、いろいろとおみくじなんかも引いてみたいと思いますが、いいな、新年っぽい、新年の生放送っぽいわ。関東三大弁天の一つとして有名なんですよこちら。だから新年の厄除け、それから財運上昇などのご利益があるということです。皆さん僕にあやかってください、ぜひ。ねえ、しまちゃんがみんなの分もね、お参りしてくれる。いろいろとぐるぐる回りながらですね、独自でレポートを入れさせていただきますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いいですね、ぜひね、こう初詣ってか来てる方にもインタビューなんかしてくれたらね、いいですね、本当にお正月の生放送、まあ毎週新町は出てるんですけどね。
でもこうそんな感じするじゃないですか。2020年が始まったって感じがします ね。共にこの時間を皆さん過ごしましょう。新年の1日目をお願いします、うん、そして6時台は、はい、6時台の真ん中はクックロビンということでやっちゃいますか。はい、お正月1月1日元旦から、まあ、皆さんね、うん、いろいろお雑煮食べたりだとかおせちを食べたりだとか、うん、お家で過ごしてる方も多いと思うんですけども、うん、なんかあと一品ちょっともうちょっとなんか味を変えて楽しみたいなっていう方に何かヒントになったらいいなというお料理を紹介したいなと思います。はい、内容盛りだくさんでお送りします。1月1日の水曜ザ・ベイライン、この時間はあなたの周りで話題になっているもの、年越しお正月の話題なんかもねどんどん送ってください、うん、それは特に、ね、ネタないなっていう方はね、はい、もういいです、何でも もういいですから 今こんなことしてるよとかね、こんな感じっていう感じもいいじゃないですか。いいです、今日お正月ですからね、紹介したい、そういうのもお願いします。はい、ということでメッセージはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までメッセージお待ちしています。さあ今年のオープニングですよ、ベイラインのね、こっち、おでおさん8年ぶりに再生が発表されました。椎名林檎を率いる東京事変の最新曲、まあ、ちなみにね、もちろん紅白でも、ね、椎名林檎さんは歌ってましたよね、はいはいはい、まあ、M ステでも僕廊下であったんでちょっとご挨拶させていただいたってことを付け加えておきましょう。ドヤ顔綺麗だった。今日リリースのデジタルシングルです、東京事変、選ばれざる国民。東京事変の選ばれざる国民に続いても昨日の NHK 紅白歌合戦出演アーティストです。しかも今日オンエア解禁の最新曲、オフィシャルヒゲダンディズム I Love でした。 The Bayline. Thanks for listening. This is The Bayline. まず4時台はこのコーナー、バズった山寺。たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。このコーナーでは芸能ニュースから SNS 話題の商品、今バズっているものを幅広くピックアップしていきますよ。今日気になったのはこちら、紅白歌合戦、あなたの心に残ったのは。今年の紅白は AI の美空ひばりさん、竹内まりやさんの初出場、氷川きよしさんの限界突破などいろいろな話題がありましたが、オフィシャルヒゲダンディズムやキングヌーの曲は知っているけれど顔見たのは初めてだという声も SNS 上に上がって話題に。あなたは誰のパフォーマンスが心に残っていますか。続いてはこちら、笑ってはいけないで新しい地図体を張る。ダウンタウンの絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時に新しい地図の草薙剛さん、香取慎吾さん、稲垣吾郎さんが登場。草薙さんはブリーフ1枚で全裸監督の西村徹監督になりきるなど体を張った笑いで周りを驚かせました。続いてはこちら、ネットフリックス嵐のドキュメント配信スタート。大晦日の17時からネットフリックスにて嵐のドキュメンタリー番組、嵐ズダイアリーボヤージュが配信をスタート。初回は活動休止を決めるに至った心境などを吐露しており、大好きな嵐の苦悩を見るのが辛いというファンの声も。ラストはこちら、元 ZOZO 前澤社長、今年のお年玉企画は総額10億円。元 ZOZO の前澤友作さんは去年もやった100万円をプレゼントする企画、今年は10倍の1000人に増やし総額10億円をプレゼント。応募条件の一つ、リツイートはすでに140万を超えています。以上です。ロビンさん、前澤さんすごいですね。前も確かロビンさんはリツイートなさっていらっしゃいましたよね。違います、私はしようと思ったんだけどしなかったっていう。今回はいや今回だから今ね、今ちょうどもう開いてるんですよ、前澤さんの、はい、リツイートいいですか。ちょっとどうか当たりますようにリツイートさせていただきました。やっぱりでもこれどういう風に使うかっていうのも ね、いやだからちゃんと表さなきゃいけないんですよ。すごいですよね。あ、しなくてもいいのか。しなくても大丈夫、まあでももし当たったらっていう、うん、でもこのね、じゃあここで言ってください。え、もし当たったら有意義にね、だから10分の1ベイ FM の方に寄付します。え、10分の1をベイ FM に。10分の1をベイ FM に。うん、だからリスナーさんにあげる1万円を。やっぱ1万円じゃないよ、10分の1よって今おっしゃったじゃん、100万円のうちの。あ、そうか、そうだね。何ですか、全部ですか。10万円、全部じゃない、全部じゃない、ちょっと。あ、10分の1は10万円か。もういろいろ分かんなくなっちゃう。俺がおかしかった。10万円、すごい、すごい、10万円、そう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 、ベイ君のリスナーに。はい、
もし当たったらね、やっぱこう回していかないといけないっていうことじゃないですか。前澤さんを見て、はいはい、素敵だなと思って独り占めしないっていうね、気分。山田さんだったら90万円はどうしようかな、どうしよう、何にしよう、ちょっとゆっくり考えさせて。今まだリツイートしたばっかだから。あ、そうすか。そう分かりましたけどもね、素敵だなと思って。この間もね、2億円ふるさと納税の話もありましたし。あ、そうですよね、立山、うん、はい。さあ、その他にもね、いろいろ話題がありますけれども、嵐のね配信スタートもありますけれども、まあ笑ってはいけないもありますけれどもどうなんですか、ロビンさん、紅白は。いやもうかく、だって山田さんさっきオープニングで言ってたじゃないですか。何ですか。いや、紅白を見て過ごしたって。ああ、そうですね。私はですね、紅白どころかその事前番組、あの山里亮太がやってる、あそこから全部見てますから。すごい。そこからずーっと、はい、私は他も見たかったんですよ。いろいろ見たいのがある。やっぱありますね。まあ、うちで録画もしてるんですけど、まあ両親と一緒だし、これはどう考えてもまあ紅白かなと。途中ちょっとザッピングも一瞬あったんですけども、ほぼ全部を、僕がちょっとお酒を飲みすぎて一瞬うとうとした以外は全部見てます本当ですか。あと家族の話が盛り上がってちょっと見てない瞬間以外は全部見てますから。すごい。そんな山田さん、何でも言ってください。そんな山田さんが一番印象に残ったシーンは。私はやっぱり大先輩の野沢雅子さんが出てきたことですね。あ、もう新聞にも書いてあったんで、はいはいはい、どういう風に出るんだろうと思ったらね、氷川きよしさんのところに出てきて一緒に、すごい声を、もうタイトルコールもしてまして、真子さんいいぞって言ってました。あとはまあね、あの仲間でもあるディズニーメドレーね。あ、ええ、そうですよね。まあ「M ステ」では出させていただきましたけど。いや、私だから、どこで山寺さん出てくるのかな、サプライズでと思ってたんですよ。頑張れっつってね、あの M ステの勢いを見たら、はるかちゃん頑張れっつって、ほら嵐の仲間だからねそっか、うん、そうですよね。あとは家族みんなに M ステの時この人にも会った、この人にも会ったっていうのをいちいち自慢しながら見るっていう。いや、最悪いや、もっと素直にこの人会った、袖で会ったんだよとかね。いいですよ、すれ違ったんだよとかそういう情報いらないですから。会場行くまでのロケバスみたいで隣だったんだよキングヌーそこにいたんだよみたいな話知ってるっつって、親に一生懸命まあいいな、なんかどうぞお先にって言ってもらったんだよ。山寺さんギターの人にとかしかできない楽しみ方ですよねそうそう、いいのいいの、いちいちしました。親もできないもん、もう分かったよその自慢はみたいなちょっとだけ知ってると自慢はっていう感じで見てましたまあでもいいですね。はい、他にもいっぱい感動的なのありましたよ。いっぱいありました。ユーミン最高だったし、やっぱりねもう思い出してるだけで、みんなだってね、ユーミンのあのコメントも素晴らしかったし、私もちゃんと録画はしてあるんですけどね。そうですか。まだ見えてないから、語ると多分1時間ぐらいかかるんで、この辺にしたいと思います。じゃあこの辺で、はい、すいません。ということで皆さん、まだまだね、どうすね、気になって、まだまだって皆さんのまだこれから紹介するんでね、お願いします、はい、あのバズってること、話題になってること、うん、ね、年末年始とかね、まあ、昨日から今日にかけてどんな感じだったかとかね、うん、ぜひ教えてください。はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。そしてツイッターをやってる方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、それではここで一曲お届けしたいと思います。なんと日本レコード大賞で最年少ね、大賞最年少で受賞した風鈴こんな風鈴ね、微妙な言い方、風鈴、紅白歌合戦ではね、郷ひろみさんとともにトップバッターで登場したということで、本当に大活躍。あのイングリッシュバージョンのね、コマンドもね期待してね、盛り上がりました。それではお送りしましょう、風鈴パプリカ。ベイアフェン、リスナー安全運転宣言。さあ、この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します、はい、今日は千葉市稲毛区のラジオネームギョッチさんよりいただきました。ありがとうございます。自動車を運転中、青信号の交差点を左折しようとしたら、赤信号で渡ってきた自転車の男性と事故を起こしそうになりました。私が左右を確認し安全運転をしていても、赤信号を無視して自転車に来られたら防ぎようがありません。誰でも信号は守らなければなりませんね、ということで、はい、いや本当にその通りですよね。左折、赤信号で渡ってきた、あ全然ね、完全に赤の状態で、自転車の方が信号無視でね、うんうん、でも本当にね、あのお正月ってちょっと交通量も減るじゃないですか、うん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 、車も少ないし行っちゃえっていう、もうその気持ちが本当大きな事故になりかねないので、本当ですね、こういう時こそ、そういうところでも、うん、皆さんしっかりとルールを ね守って、だから車運転してる方でも自転車と車ではちゃんと信号守るの当然だけど、自転車の時はまあいいかっていう感じだったりするのかな。どうなんですかね。いや、もう本当に危ないです。
みんなが お互いを思ってね、はい、行動しないといけませんので、ルル、はい、皆さん2020年もしっかりと安全運転を心がけていただきたいなと思います、はい、ギョッチさんありがとうございました。はい、番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしております。メールで安全アットマークbayfm.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。 bayfm のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。 bayfm と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上 bayfm リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline.松岡山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、1月1日ね、今年一発目ということで、うん、本当に嬉しいですよ。本当ですね、時間をこう共にできるというのはね、令和2年の始まりを何のこうちょっといい人っぽいこと言ってるんですか。いや本当に思うんですよ。まあでも本当そうですよね。いや僕も今日ねずっとこう聞いててね思うんですよ、米兵も聞いたりしてるとね、この大切な日に聞いてくださってるっていうのはありがたいじゃないですか、うん、本当に皆さんありがとうございます、はい、じゃあちょっとたくさんもメールもメッセージもいただいてるんで、このメール山田さん嬉しいだろうな。ラジオネームなんだろうな、シージェッターさんからいただきました。何でしょう。山ちゃん、はい、Mステウルトラスーパーライブ、うん、最高でした。ありがとうございました。共演のダンサーさんに合わせて、前回の出演時よりも、より華麗に身振り手振りダンスする姿めちゃくちゃかっこよかったです。特に、うん、ボイパからの軽やかな動き、それのところの躍動感が好きで、何回もそれの部分を見ちゃっています。ボイパとアラジンというセリフはその場でやっていたんでしょうか、うん、ということで、あれアラジンっていうのはあの中村智也君の、あ、そうですよね、本当のアラジンがやっている、ね、アラジンの声です、うんうんうん、あれはあそこのオケに入ってるんで、はいはいはい、ね、それに合わせてボイパは僕もやってますけど、オケに最初からウィル・スミスさんのが結構入ってるんで、なるほど、皆さんがすごいと思ってるのそっちかもしれません。それに僕も重ねてるんですよ。あ、だからこう厚みが僕も一応ちょっとやってるんで、いやでも私も見たんですけど、ね、山寺さん本当2020年ソロライブやるんじゃないかなっていうぐらいの、もうなんかすごかったです、はい、初めてね、生まれて初めてやるとしたらやったことないですからね、本当に、しかも今回そのダンサーさんがね、はい、一緒にカナブンさんね、カナブンさん世界ね、あのバンドじゃないね、ダンスチームのね、そう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 、ずっとねたくさんメンバーいるんですよ。でもあの時間の都合で、はい、キッズたちは来れないんで、キッズたちも来たかってましたっていう話も、ね、メンバーからもらって、終わった後にねちょっと会って挨拶してみんなと話したんで、はいはいはい、そうです。でも世界大会でね優勝とか何回もしてるチームなので、いや迫力が、この僕の歌に合わせて一生懸命こう作ってくれたんでね、振り付けしてやってくれたんで、どうでした M ステ。あの2日前にリハーサルを実際幕張メッセでやらせていただいたん で、はいはいはい、で先ほどねそれっていうところもそれ僕全然何も考えずにやってたんで、うん、それをマネージャーがちゃんとモニター越しにリハーサルの風景を撮ってくれて、ほうほうほう、その時にそれあれ全然違う方向向いてるなと思って、せっかくハンディが来てるのに、だからそれの時こっち向いてやろうっていうことだけは決めてたの。あ、なるほど。別にこう山寺さんの振付師さんがいるわけじゃなくて、いやもちろん俺は自由でいいって言って、あ、すごい、まあ、ずっとほぼセンターにいてもらって自由でいいですって言われたんだけど、一回やっぱりリハーサルやった時の自分でこう、はいはいはい、撮ったやつ見て、もっとこうやった方がいいかなってちょっと自分なりにちょっとやったんだけど、本番は緊張したんで何も考えずにやって、そこそれの時だけ覚えてたんですよ。あとの決めたところは、後ろのウィル・スミスのジーニーに合わせてこういう風動きしようかなと思ったところは全部吹っ飛びました。とにかくね、出た瞬間口がね5秒で乾いたんですよ。いや、どうしようと思って、俺最後まで歌えるかなと思って緊張して、パサパサだったんですか。パサパサ、もう袖からもパサパサになってたんだけど、ギリギリまで水飲んで。なるほど。だってもって直前に嵐のメンバーとか、はい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 、ね、松潤とか通り過ぎて、あ、どうもだ、あーなんていう感じがあったりして、絡みもあったんですね。オープニングなんてもう大スターだらけで、もうどうしようかと思っちゃって大変よ。まあでもすごい本当に。そうだ、そうか、ベイラインの前だ後だったからね。言ってましたよね。そうそうそう、うん、リハーサルしてたって言ってたので。うんうん、でもほら、紅白見てる時、あ、仲間がいっぱい出てると思っちゃった。一回一緒に出ただけで話もほとんどしてないのにね。でもいいじゃないですか、すごいね、スターの方たちとね。いや、すごい嬉しかったですよ。本当にお疲れ様です。ありがとうございました。またぜひ出てください。うん、出てください。もうないです。あ、ちょっとせっかくなのでね、その一曲じゃ山寺さん、ぜひ
今かけちゃうの？かけてみましょう。この皆さんも思い出しながら。俺がド緊張したやつね。うん、こっちは大丈夫、録音してもう売ってるやつだから。これは大丈夫。はい、それじゃあ聞いてください。じゃあね、アラジンね、実写版のアラジンのサウンドトラックから日本語版で聞いてください。うん、私が歌っております。Friend Like Me。友達Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline. Bazooka Yamadela と Okada Robin Shoko でお送りしているザ・ベイライン。はい、1月1日でございます。正月です、元旦です。ツイッターに山寺さんかっこいいってたくさん書いてありましたよ。本当ですか？ちょっと読んでてください。僕それを見る時間をください。何なんですか本当に。もうメール読みますよ。はい、ラジオネームぶどう糖さんからいただきました。紅白歌合戦にキングヌーが出場しましたが、うん、その紹介の時、うん、嵐の桜井さんがキング&ヌーですと後輩グループのキング&プリンスとごっちゃになったね。ごっちゃになってしまった模様。キングヌーの井口さんも、ツイッターで桜井くんのキング&ヌー言い間違いでめちゃくちゃ緊張した笑いとツイートしていました。いや、これは本当に可愛いですよね。みんながこう癒されるというか。そうですね。あのね、読まないんだけどっていう。大変ですよ、生でやってるわけですから。いや本当もう情報量がしかもいろんなことやるからね。そうですよ、嵐としていろいろやる上に。そう、でも素晴らしい司会ですよ。綾瀬はるかさんも素晴らしい。もううっちゃんはもう永久司会者だよね。永久司会だって東京三谷幹事さんもやんなきゃいけないしさ。ああ、もうかね、もう素晴らしいですよ。もうなんか落ち着きますよ ね。でもやっぱりさすがですよ。いろんなとちょっと時間伸びたっていう時もうっちゃんもどうしようかなっていう時に桜井くんスッと一言言ってとか、うん、本当に見てて安心だし、チームワークが素晴らしいですよ。綾瀬はるかさん、失敗すらももうね微笑ましいということになりますよ。今日こうやってね、あの、うん、キングヌーの井口さんもね、はい、ね、こうやってつぶやくっていうのもなんかそれも込みで、いいですよね、ほっこりいいなっていう感じしますよね、うん、はい、素敵です。続いて、あ、またまた紅白ネタになっちゃうけど、サンバルカンさんからいただきました。ありがとうございます。紅白にビートたけしさんが出演し、うん、浅草キッドを歌い心にしみるものがありましたがね、これ話題になってますが、皆さんは気づきましたが、紋付き袴で出てきていたたけしさんの家紋が、あの、はい、ね、前、まあ、文書感謝状表彰状を読むシーンですね。家紋がコマネチになっていたことを、紅白歌合戦の公式ツイッターでも見直してほしいって気づいてほしいとツイートしていますと。あら、僕はあのちゃんとそれスクショしておきました。見てました？どっか行っちゃった。僕は見ました。見せてくださいよ。見せてよ。いいですから今。ちょっとスクショしてると思ったらしてなかった。あ、してなかった。消えちゃったんです。あ、これありました。はいはいはい。モンツキがね、あ、前違うとこ出た時は T だったんですけどね、今回はすごいコマネチをこうなんか線で変えたようなね。かわいい。全然気づかなかった、そこ見てましたけど。さりげないですもん ね。昔出た時に残り30、あ、じゃあ絶対30秒って30秒って言われたのに出た途端に残り10秒って言われましたっていうのが最高に面白かったんですけど。ね、すごい。でも素敵、ね、その足で闇営業行きましたっていう話も最高に面白かったんですけど、素敵ですね、もうその時はコマネチだったっていうね。さすがたけしさんです。おしゃれ、歌の時と全然違うっていうね、二面性を、ね、いいですね。で最後は野鳥の会の一員になってたっていうね。素晴らしいオチもありましたんで、さすがです。さすがです。じゃあ続いてラジオネーム、竜の帽子の青さんからいただきました。ありがとうございます。僕はハロープロジェクトカウントダウンに参加したため、うん、今さっき起きました。あら、あ、そっか、楽しいなんですね。ずっとねライブで、うん、おはようございます、うん、2部から参加したため、うん、一部のサプライズゲストは、うん、大好きな道重さゆみちゃん、うん、ということで見れなかったけど、うん、2部のサプライズゲストは、うん、鈴木愛理さん、おー、愛理ちゃん、そして卒業生工藤遥香ちゃんの加わったモーニング娘、うん、そして先日卒業した、宮崎ゆかちゃんが加わったジュースジュースのパフォーマンスととっても充実したコンサートでしたということで、いや、こういうねサプライズって嬉しいですよね。あのハロープロジェクトってこう卒業してもこういう先輩方が、あの、たまにですけどね、ゲストとして、はい、出てくれるから、その時の会場のね一体感っていうのはすごいんですよ、うん、だから道重さゆみさんだったらイメージカラーがピンクなので、うん、はいはいはい、あの急に別に出るって言ってないんですよ。言ってないけれども、ただ出てきた瞬間にあの会場全部が
ピンクのサイリウムにもうすぐ切り替わるっていう、持っているやつか、まあ、切り替わるやつとかいろいろあるわけですよね。そうなんですけど、切り替わるやつがどうやってやっていいかなかなか難しいの、まあ、それはちょっと勉強してほしいんですけど簡単ボタンで、この間ずっと俺はねエリポンをやりたいのに、山ちゃん違う山ちゃん違うです、こっちこっちって眉に松岡眉にいちいち言われるっていうね持ってたんですけど、行ったって言ってましたもんね、やり方分かんなくてどうすんのどうすんのっつってね、桃田かな子ちゃんもこれどうすんですかっつってね、あら、よく振られることでも自分が振ることあんまりないんでしょうね。そっか、レアなケース、松岡眉に一生教わってたから、なるほど、うん、いいですね。いや楽しい。いやでも俺新人賞もねハロプロのまたまたね、そうなんですよ、ビヨンズ見てました、この瞬間、ね、面白いんです、テレビばっかり見てたからね、ビヨンズ取りましたじゃないですかそういわゆる後輩にはならないのかな、まあ、後輩ですね、後輩ね、そうそうそう、自作事務所でいうとね、みんな本当に才能にあふれて、うん、本当 ねもうみんなあのなんてパフォーマンスはこう、はい、面白さとかも入ってるじゃないですか、うん、ぜひねあのハロステって YouTube 見てほしいです、あの、はい、レコーディング映像とか上がってるんですけど、いろいろみんな歌がうまいんですよ。でそのレコーディング映像ってもうなんて言うんですか、もちろん編集もできないし、いろいろしてないのね、もろにお化粧してないやつ、あまず、あ、お化粧してないやつ、 声のお化粧してないやつがあの結構あの事務所の ね YouTube で上がってるんですけど、あらすごいわ、本当うまいなと思いながら私もずっと見てるんですよいいな、ハロステですか、ハロステを見てくださいというね、そうそうそう、ぜひ見てください、お願いします。もう一個いいですか、ぜひ、はい、こちらはですね、添右衛門二郎さんからいただきました、昨日の笑ってはいけないはつよぽんの全裸監督のところ面白かった、あさっき ねバズったでも草薙くんが、松本さんに中井派と草薙派どちらか聞く、あどっち派かの聞くところ終わってしまった、これ僕まだ見てないんでね、これ私もね、これから見ようと思ってるもんですから、噂には聞いてるんですけど、まあね、そう最後今日のダイジェストみたいな時にあーと思ってね、いろいろあんまり詳しく見るのやめようと思ったんだけどね、ここでいろいろ知っちゃうな、これから見ようと思ってるんだけどな知っちゃいますね、いいんですいいんです、皆さんからの情報でね、情報交換たくさんしていきましょう、この3人が出たったらすごいことですよ ねしかもね、上半身出ちゃってでじゃあ続いて、あこの時間ここまでまだいけますよね、いけますいけます、はい、この方ひげ酒場さんからいただきました、ありがとうございます、年末年始の話題といえば、女性声優の結婚報告ラッシュではないでしょうか、すごいでしたね、いっぱい出てましたね、とってもおめでたい反面、私の推しが結婚するのでは、とちょっと怯えたりもしてしまいましたということで、ね、ひげ酒場さんの推しがちょっと書いてないんですけど、僕もびっくりしました、すごい多かったですよね、多かった、ほとんど僕あんまりお会いしたことない人、あそうなんですね、なんですけど、いやいや、なんなんですかね、やっぱこのあったらおめでとうために覚えとこうかなとかね思ったりして 節目に、あそういうのあるでしょう、うん、まあね、あると思いますけど、まあ、声優だけじゃなくても声優さんに限らずいろいろ多いですよこの時期はね、そう、うん、いやでも本当におめでたい、それからねこちらもちょっと紹介しましょう、パール泉さんからいただきました、はい、明日から始まる箱根駅伝、ね、これ今日言ってもらえ、千葉の皆さんにぜひ注目してほしいのが中央学院大学です、はい、我孫子にある大学なので千葉のリスナーの皆さんに応援してほしいんです、うん、去年はギリギリで総合10位となったためシード権を取り、予選免除、今年も10位以内に入ってほしいです、台風シーズンに練習場が水没するなどしたため、うん、遠征して練習したり苦労もしているんです、ぜひ皆さん応援してくださいと、うん、熱いメッセージパール泉さんからいただきました、ありがとうございます、ね、箱根駅伝明日楽しみにしている人多いと思いますけども、ね、そうですよね、こういうの聞くとなやっぱりおそうだな、中央学院大学応援しようじゃないか、みんなで応援しましょう、応援しようじゃないか、ねね、それぞれ皆さんね、おす学校があるでしょうけどもね、中央学院大学もよろしくということでございました、お願いします、あともう一個気になったのが、うん、浜ちゃんからいただいたんですけども、はい、元モーニング娘。の久住小春さんがインスタグラムでおはスタの同窓会に参加したことを報告されていましたということで、ね、中川大志さんとか女優の平優奈さん、そしてお笑い芸人の小島よしおさんなど、めちゃくちゃ懐かしいおはスタメンバーが集結、うん、どんな感じだったんですかって来てますよ、めちゃめちゃ楽しかったです、私もあの鉄拳さんの僕ら夏空で中川大志になった時、大志同窓会したいねって話でしましょうしましょうってなってるとこからそこ始まって、まあ一番下のね、そのチュチュチュのね、ひな子っていう子も学生なんですけどもね、二十、歳になったってことをお祝いしようってことで集まったっていうことです、山田さんが漢字で、漢字っていうか、まあ、言い出しっぺっていう、まあまあ漢字的な感じかな、何人ぐらい、14人ぐらいかな、おいいですね、だからみんなグループラインで僕入ってなかったんですけど、はいはい、そのみんな集まって、その木がね集まったっていう、うん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 、でね、あのおはスタ大好きなね、花市の岩井くんがね仕事で来れないっていうね、澤部くんが来たのに来れないっていうね、そうだったんですね、そんなことがあったということを付け加えておきましょうありがとうございます、はい、さあこの後5時台ジンジャー先生のご利益でございます。あなたが初詣でお願いしたいことを具体的に、できるだけ具体的にお願いします。ぴったりのご利益のある神社をジンジャー先生が教えてくれるという画期的な企画です。はい、メッセージはベイラインアットマークbayfm.co.jp、 BAYLINE アットマークbayfm.co.jp までお待ちしています。
この後ジンジャー先生登場です。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしておりますバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のあ、ザ・ベイライン。あ、ザ・ベイラインアなのかザなのかわからなくなりましたけども、ちょっと合わせてくださいよ。はい、というわけでございまして、今日のご時代はジンジャー先生のご利益ご利益、これでいきたいと思っております。よーはい、ありがとうございます。初詣でお願いしたいことを具体的に皆さんから教えていただくね。そうするとここにいらっしゃいますジンジャー先生がその願いを叶えるのにぴったりなご利益がある千葉の神社。あ、これ千葉なんですね。皆さんがすぐ行けるようにということで、あら素敵、千葉にいっぱいあるからね。えということで初の企画でございます。とにかく皆さんはこんなことを初詣でお願いしたい、具体的にお願いします。メッセージは、はい、ベイラインアットマークベイ FM.co.JP BAYLINE アットマーク BAYFM.CO.JP までお願いいたします。はい、さあそれではご登場いただきましょう。はい、ジンジャー先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ジンジャー先生初めての登場なんですが、前にどっかで聞いたことあるような声、なんかすごい落ち着きがもうありますよね。ドリーマー先生にちょっと似てらっしゃる。そんなことない。勘違いですか。勘違いですね。違いますよね。はい、初登場ですから。初です。そんなわけないですよ。山田さん、何をおっしゃってるんですか。ごめんなさい。ドリーマー先生とは違う人ですよ。そうですよ。シルエット。神社に。何ですか。シルエットは似てますけどね。シルエット。なんだシルエットは似てるって。シルエットは似てます。とにかくもう、神社のことならもう何でも知ってるんですから。私もね、だから神社そんなに詳しくないんですよ。興味はあるんですけど。なんならもうね、アメトークと神社芸人だったらもう、そこに出ようかぐらいの。ただですからね。はい、それではまずとにかく、まあ、余計なことは言わないんで、ジンジャー先生は余計なことは言わないんです。そうです、早く必要なことしか言わない。早く皆さんのメール紹介しないと皆さん待ってますから。どういう順番で言えばいいですか先生。じゃあ私、岡田段取りがありますから、いろいろいいですか私から。はい、よろしくお願いします。はい、それでは紹介させていただきます。ラジオネーム熊谷の激アツチャーハンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。今年こそは、うん、一緒に楽しさを共有できる、うん、彼女が欲しいです。男性ですか。男性ですね。27歳。ほうほう。職場等ではありがたいことに、うん、優しい先輩方に囲まれているので、うん、いい出会い自体はあるんですが、うん、恋愛の方は、うん、ほとんどなくて、うんうん、そろそろ恋愛の出会いに聞くところにも行った方がいいかなと思っています。ジンジャー先生、ぜひおすすめをお願いいたします。いきなり恋愛できましたね。これ気になる方多いんじゃないですか。はい、恋愛にもね、いろいろ ありまして、はい、まず出会いですね、この場合は、うん、出会い、はい、まだ出会ってないっていうパターンで、うんうんうん、おすすめはですね、うん、旭市にある桜井小安神社です。うん、皆さんもうメモしてください。具体的にこうやって出てきますから。具体的に御祭神がですね、どうでもいいんですけど、ちょっと待ってください。神社先生にもエコーかけるんですか。ドリーバー先生はまあ、あ、国王が指してるの。そうです、エコーじゃないですよ。なんでそのダジャレ見てるの。エコーじゃないです。今ディレクターになんでエコーか、ドリーム夢だからエコーだったのに、うん、なんで言ったら国王です。そうです、エコーじゃなくて国王です。なんだそれ。じゃあこれまでいきます。桜井小安神社桜井小安神社で、はい、御祭神がですね、はい、イザナギの御事とイザナミの御事っていう、日本で初めてのご夫婦を、あ、イザナギとイザナミのね、御事ね、はい、はいはいはい、ご夫婦を、お祭りしてるところから縁結びの神社と言われているんですけれども。すごいですよ。さらに最初の、うん、なぜまだ出会ってない人向けにいいかと言いますと、はい、ここご神体にですね、赤い麻の糸を帯代わりにこう結んで1年間お祭りするんですけども、うんうん、11月にその糸を、抜きまして、それを切って、うん、まあ、取り替えるんですけど、新しい糸と、はいはいはい、古い方は、うん、お守りに全部入れるんですよ、赤い糸、うんうんうん、なので赤い糸で結ばれた人と出会うっていうご利益が、うん、あら、じゃあそっか、じゃあまだそう言って出会いのない人の方がご利益があるというふうに言われて、赤い糸で運命の人を探している人におすすめしたい。じゃあそのお守り、今初詣行ったら
そこではそうですね、購入というかね、赤糸の、はい、入った購入されたって近いものはね、うん、まあ、もう手に入れることができるんだ、自分にね、あら、ぴったりじゃないですか、運命の赤糸、素敵じゃないですか、熊谷の、激アツチャーハンさん、ぜひね、お願いしますよ、行ってみてください、すごいすごい、ね、近いでしょ、大丈夫でしょ、行ける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 かな、行ってみてください、朝吉にある桜井小安神社です、なるほど、赤糸、運命の人、ぜひ探してみてください、同様のね、ことを思ってる方も、うん、そこがいいですよっていうことです、わあ面白い。うん、さあ、じゃあ続いて山寺さんいきますか、はい、この方でいいですか、はい、はい、メガネピエロさんからいただいております、はい、ね、これ年齢も何も書いてませんが、お願いしたいのは金運です、奥さんが安物買いの銭失いというか、卵が5円安い、うん、ガソリン代をかけて買い物に行っちゃうタイプです。またポイント還元の電子マネーも使えないし、やりくりしてるとは言い張りますが、やり方が間違ってるように思います。なるほど、ね、とにかくそういうことで、でもね、奥さんも努力してる、うん、らっしゃるんですよ。してるけどっていう。でもなんかたまらないということで、はいはいはい、お金がたまる神社を教えてください。これはみんな知りたいですよ。みんな知りたいですよ。みんな知りたい。金運っていうと、はい、なんか天からお金が降ってくるみたいなことをみんなお祈りしますけれども、はい、それではお金はたまりません。おどういうことですか？実は違うお願いの仕方がございます。何気になるぞ。確かに降ってこないよ。はい、うん、ここに、祀られてる神様はですね、はい、天の間一つの御事という神様がいらっしゃるんですけども。どちらですか、それを。阿波神社、立山ですね。神社先生、まず神社の名前言ってなかった。すいません、すいません。それからお願いします。はい、阿波神社。阿波神社。鴨川にある？いや、立山です。あ、立山。立山にある阿波神社。はい。この神様っていうのは、はい、刀の神様なんですね。製鉄とか。刀？はいはい。刀。刀鍛冶を使う、はいはい。刀鍛冶の神様で。うんうん、刀ね。うん。縁切りにご縁があるということです。ということは、縁切りっていうのは人と離れるっていうだけじゃなくて、はい、自分の悪い癖を直すという。ほう、なるほど。縁切るってことでお金が失われちゃうということじゃなくて、じゃあ考えないんですね。無駄遣いがなくなる。はあ、じゃあピッチです。安物買いの銭失いしてる、やり方が間違っているという指摘が、ね、あったんですけど、ね、はい、それにぴったり。よくあの縁切りっていうと人との縁を切るとか悪いものが切れちゃうっていう、あの、いいものが切れちゃうとかって思っちゃうんですけど、うんうん、悪いものを切るっていう大事なんですね。もあるんですよ。それ大事だって言うもんね。そうですよね。しっかりと、まずね、そっちを切るべきだというね。はい、年始めに。でここの、新しいスタートのために、あの大体神社っていうのは神様いくつも、うんうん、あの何柱も祀られてるんですけども、うん、主祭神は、うん、あの物を生み出す優れた力をお持ちの神で、うん、物作りとか商売繁盛、うん、事業継続とかそういうののご利益があると言われてるので、まず無駄遣いをなくしてから商売繁盛の方に行くといいと。なるほど、ね、お金が貯まりやすくなる。まあ神社先生はそこ専門家ですからね。そうですよ、あらゆる情報がある中 で、うん、そうです、この方にはいいと言ってわけですからね、ぴったしな。立山の阿波神社だそうです。ぜひ行ってみてください。ぜひ行ってみてください。良いの、ね、で行ってすぐどうだったかを 今日報告してください。そんなすぐにはご利益は来ない。そう、じわじわとすぐ行けないし、今ね、そう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 、うん、ごめんなさいね。いつかでいいです。じゃあこの時間ここまでということで、うん、来年答え合わせとかで言うかもしないぐらいのねやつですけどね。ありがとうございます。さあ皆さんも神社先生答えてくれますんでね。そうですよ。何をお願いしたいのか、それを言うだけですよ。皆さんは神社行って何を、初詣行ったら何をお願いしたいか、それだけで OK なんです。はい、ぴったりな神社を教えてくれますんでお願いします。メッセージはbayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。ラッドウィンプスの全然前世に続いては、秩父神社のシーンが有名なアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの主題歌、ガリレオガリレイ、青いしおりでした。 The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。バスーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベーラインなんだよ。いや、次また来るかな、お願いしますよ、また来るかなと思って、ザ・ベーラインありがとうございます。まあね、今日はジンジャー先生のご利益ということでお送りしております。皆さん初詣行ったら、まだ初詣してませんよね、ロビンさんね。初詣ね、今日ね初詣、はい、どうした、そんなにびっくりする質問したか
今日朝、もう行ったんです。行きましたよね。あ、そうです。行きました。オープニングその話しましたね。え、まず私の話聞いてます。聞いてた、聞いてた。あれ、初詣か。あれ、私なんか言ってないのかな、うん、って思っています。何お願いしたのかな、なんか確認しちゃったもん。どうでもいいけど、でもあれですよ、僕がね、昨日いろいろテレビ見てたんですけども、はい、面白そうもやってたじゃないですか。はい。ナイナイさんがやってるね。はい、そっからブレイク芸人が。あそこ出てましたよね。え？私？ラランドっていう名前で出てませんでした。出てないです。ラランドのサーヤでしょ？ラランドのサーヤ。キャバジョークやってた。違います。キャバジョークやってましたよね。気になるな。ラランドの私サーヤ。本当？いや、あれロビンさんかと思ったんですけど違います？え？出てたかな。あれ M1 でも結構ねいいとこまで行ったって聞いた。え？違いますか？違います。ごめんなさい、なんか人違いで。ちょっと気になるから検索しよう。そうですね。明治神宮行ってらした。そうですそうです。ごめんなさい。早く紹介しないともうちょっと待ってますよ。神社先生引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここではなんと我々のぴったりの神社をおすすめの神社をおすすめの神社を教えてくれるということで、はい、まず山寺さんから行きましょうかね。あ、私から。はい。山寺さんにおすすめしたいのは、はい、栄町にある大鷲神社。大鷲神社いいですね。僕ほらイーグルス好きだから。大鷲神社。ここですね、先に言っちゃった？そこじゃない、うん、境内には、うん、巨大な男性シンボルの形の金星大明神が祀られてて子宝とか子孫繁栄のご利益があるんですけれども、うん、山田さんにおすすめしたのはそこじゃないんです。そうです、おかしいでしょ今俺子宝って言ったら相手いねえ。山田さんにおすすめしたいのはここの年末の鳥の市が出るんですけれども、うんはいはい、そこの舞台で歌手の方が歌うと、うん、その後紅白に出るっていう、うんちょっと待ってください。ね、この間の、昨日の紅白、千載一遇のチャンスを逃してるんですけど、ね、もう、あれしかなかっただろ、俺がもし出るとしたらっていうのも。それ、なかったんですか？いや、まだチャンスあるらしい。ないでしょ。いやいや、あるって神社先生。なるほど、ちょっと覚えておいてほしいです。大鷲神社の鳥の市の舞台で。舞台で歌った方は、それまではそんなに、まあ、大ヒットがなかったりとかで、その後に紅白に出たと言われていまして、瀬川栄子さん。ありがとうございます。大鷲神社のおかげです。マネーヌーってやったんですか？松原信枝さん。松原信枝です。いいよ。全部やってくれるの？鳥羽一郎さん、冠二郎さん。そうだいぶね。冠二郎です。ちょっと静かにしてください。ということで、ここ、はい、みんなが、ここで、鳥の市で歌った後に、紅白に出るんで、演歌歌手とか、おうおう歌謡界の歌手の方が、ちょっとご利益を求めて、ここで歌いたいっていう。ちょっと待ってください。でも、その鳥の市の舞台で歌うことだって難しいんじゃないですか？すいません、歌わせてください、つって。なるべく早めにここ、こっちからアプローチしていきましょう。そうですよ。もう山寺さんが言えば、あの山寺さんが言えば大丈夫ですよ。歌って別に誰もいないってことで、ただ、なんとなく人、ボソボソ歌うじゃダメでしょ。大丈夫です。神社先生も見てくれてますから。いや、ダメでしょ。お客さんの前で、お客さんの前、鳥の市の時だからお客さんがたくさんいるところで歌うわけですから。そうですよね。ね、それ、ね、選ばれた人しか、でもそれ以外の演歌歌手の方はそういうこと言っちゃいけないね、うん、あこれだけいたらすごいね、これだけいたらすごいことですよ。たくさん出てますから。そうですか。じゃあちょっと今年の目標で。いやだからそうですね、鳥の市でまず歌うことが、そうです、そこのハードルを超えれば、そして その後に、そしてその後は別に俺紅白目指してる人間じゃないんですけどね今回もしかしたらみたいなこと、いや出てほしいです。ここまで来たら山寺さんの素敵な歌声を聞いたら、だって別に俺オリジナルの曲を、オリジナルの曲をだってな、でもなイントロじゃおかしくなっちゃう。出してるわけじゃない、いいんですよ。出してるか、出してますよ。出してることも分かった。疲れたとか歌ってくださいよ、だいぶ前のやつねえ、わかりました。はい、じゃあ、どっちみち、なんでも応援でもいいから、絶対。はいはい、山田さん、ちょっと私のもういいですか、聞いて。ララランドのサーヨと言います、ね、違いますから。え、みんな検索して似てるから。分かった。お願いします。お願いしたいことちょっと。あ、私はですね、ちょっとそうだ、今日ね、ずっと鼻炎持ちで。風邪ひいてるんじゃないかってたまに言われるんですけど、いや、鼻炎なんですよ。だからちょっと鼻声、この鼻炎を治したいなっていうのと、神社って耳鼻科だよ。うるさいです。で、ちょっとあと、頭が良くなりたいなっていう、はい、悩みですね、今の。はい、多分難しいと思うんですけど。神社先生、そこ僕が言うとこ神社先生が先にもう難しいと思うって言っちゃダメでしょ。いろいろ目の神様とかいろいろあるんですけども、鼻の神様ってなかなかなくて。あら、そうなんだ、やっぱり。で、探したところ、ちょっと千葉じゃないんですけども、調布市にある札天神社っていうところがありまして。調布市、はい、はい。ここで、神様の使いと言われる牛が、像がありまして、牛の像。御神牛って言うんですけども、はい、ここの、牛だけど像。自分の治したいところをトゲ抜き地蔵みたいに擦ると、うん、治るっていうご利益があると言われているところで、そうなんだ。ここの、調布市の札天神社の御神牛は鼻がすごいみんなに擦られて、ピッカピカになってるんですよ。あ、
みんなが鼻触るから。みんなが鼻触る、なので鼻のご利益があるんじゃないかと思うんですけれども、なるほど、ね、プラス頭が良くなりたいということなんですけども、はい、この札天神社の、神様はですね、うん、菅原道真です。おーら、学問の神様。神様、すごい、一挙両得で。あら、素晴らしい。じゃあ私ここに行けば二つ叶うの？二つ叶うってことですよ。すごいんだけど、ね、すごくない、うん、ジンジャー先生すごくない？すごい、両方ってのはね、びっくりですよ。すごい。でもね、牛の鼻触って、あとはちゃんとお参りすればいいってことですよね。そうですよね。あと牛の頭も触っとけば、牛ぐらいにはなれるかもしれないから。何なんですか神経創造。本気で怒るのやめてもらって。何なんですか。面白いと思って言ったのに。4月1日から何でバカにされないといけないですかいやいや本気で傷つけますからね、私だって女の子なのに。牛をバカにすんじゃないよ。いや、してないよ、してないよ。で、もう一回ちゃんと名前覚えたの？はい、調布市にある、札天神社、はい、神社、ね、メモします。ね、学問の神様ですからね、学力とかね、こうね、ね、成績アップしたい人、そう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 、それからちょっと鼻が詰まってる人とかね、いろいろ。鼻詰まってる人。いや、嬉しい。素晴らしい。ありがとうございます。さすがでございます、神社先生。じゃあ、ちょっとメールもいいですかね。皆さんからのメッセージ紹介しよう。はい。はい、じゃあ、私から、はい、ラジオネーム、松戸の大統領さんからいただきました。山ちゃん、ロビンちゃん、島ちゃん、神社先生、お疲れ様です。はい。ありがとうございます。やはり、今年1年、健康で仕事が順調にいきますようにとお願いしたいですね。一番だな。欲を言うなら、軽く来ている、老眼がこれ以上進行しませんように、このお願いも叶えられるのであれば何卒よろしくお願いいたします、はい、ということで、それ私も、私山田さんもこの間ね、人間ドック行ったら、近視が少し良くなってる分老眼が多分進んでるってことで、今のメガネがですね、どうも合わなくて、その直前に作ったちょっと度が違うのもね、最近ちょっとメガネをするとちょっと、ちょっと痛くなっちゃう。なるほど。目のことで僕もちょっと悩んでるんですよ。じゃあそんな山田さんも、ね、大統領さんも、はい、どうですか。はい、君津市にあります、はい、ひとみ神社というところなんですけども、もうその名も、はい、ね、まあ、そのままキャンひとみさんを祀ってらっしゃる。はい、違う違う、もともとは海の災難などを抑える神様なんですけれども、はいはい、人を見るっていうひとみっていう神社なんですけども、そこにかけて、目のお願いを絵馬とかにする人がたくさん来て、はい、でそれでご利益があったっていうふうにお礼をしに来る人がいるんで、なるほど、ね、名前にかけて、うん、目のお願いをしに来る方が多い神社です。目の瞳ではないんだけどね、字はね、そもそもはなんだけど、はい、ほう、君津の瞳神社、初めて聞いたな、ね、はい、じゃあ目に関する、まあ、老眼でも僕の場合でもね、うんうんうん、ちょっと今バランスが良くなると思うんですけどね。なるほど。じゃあそういうお悩みの方はぜひおすすめの瞳神社、瞳神社だそうですね。皆さんメモしながら聞いてくださいね、うん、続いてはこちら、クラムチャウダーさんからいただきました。ありがとうございます。今年結婚して25年銀婚式を迎えます。わあ、おめでとうございます。まずそれがもう素晴らしいことですよ、銀婚式ね。25年、子供も大学進学で一人暮らしを始める予定で、手を離れるので家には夫婦二人だけになります、うん、子供を通して、話していることもあったので、二人だけで会話が弾むか心配です。あらあら、逆にいなくなると二人きりになったり、あら久しぶり二人ぶりどうなる、うん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 、夫婦仲良くできるご利益のある神社を教えてくださいという。なるほど。今年銀婚式の二人ね、さらに仲良くなるため、はい、おすすめはですね、茂原市にあります立花神社です。立花神社、立花神社だ、はい、ここに祀られているのは大和武尊の奥さんである音立花姫の尊なんですけれども、うん、はい、これどういういきさつがあるかと言いますと、大和武尊が日本、はい、を平定するときに、はい、神奈川から千葉に船で渡るときに、うん、まあ、こんなのは簡単だなっていうふうに言ったら海の神様が怒って海を荒れさせて船が沈没しそうになったんですよ、うん、そしたらこの音立花姫の御事が、私が海に身代わりとなって沈みますんで海を沈めてくださいとお願いしたんですよ、で、その、はい、それで無事に渡ることができたんですけども、うん、その姫の着物が流れ着いたのが袖ヶ浦って言われてるんですよ。地名の由来ですね。あ、そうなんだ、はい、で大和武尊はその大切な人を亡くしてしまったっていうところで、うんうんうん、そこから離れられなかったんですよ、うん、それが君去らず木更津という地名になって、全部地名にその由来が、はい、うん、でその夫婦愛を、で大和武尊の御事が、奥さんを祀ったのが立花神社という、うん、なので夫婦愛が強くなると言われてはすごい、すごい物語がそこに、命をかけて愛したという、ね、
ね、でそのことをずっと忘れなかったという、そんな話がすごいですね。神社先生物知り、ね、さすが。でももう全部出てきますから、ね、バッとその場出てきますから、出てきますから、なんなら生電話で急に言っても一回挟めとわかりましたね。立花神社だそうですよ、ね、ね、夫婦ね、クラムチャウダーさん、ぜひ行ってみてください。そんな地名の由来までいろいろわかるというね、うん、ありがとうございます。まあ皆さんもどんなことを初詣でお願いするんでしょうかね。どうでしょうか、ね、神社先生がねぴったりの神社を教えてくれますんで、ぜひ皆さんメッセージ送ってください。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp baylin@bayfm.co.jp までお待ちしています。それではここで、神社先生のご利益ご利益にちなんで2曲続けてお届けしましょう。はい。まずは、今でも、八雲神社へお参りするとという歌詞が出てきます。私も大好き。はい、森高千里、渡らせ橋。森高千里の渡らせ橋に続いては、大吉の出る神社の鳥居をくぐればという歌詞が出てくるアニメ玉ゆらのエンディングテーマです。お送りしたのは中島めぐみ、神様のいたずらでした。ベイ FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。松岡山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ本日は1月1日ということでございましてですね、神社先生のご利益ご利益、初登場神社先生がね、あなたのぴったりの神社をね教えてくれるということで、はい、もうさすがの安定感とかっていうねツイッターも来てますよ。もうなんかさすがの神社先生、好きとかつぶやかれてましたよ安定感好きみたいな、はい、私も言われたことない好きって。その気になっておりますが、さあじゃあいいですか、ね、たくさん来てますから紹介したいと思います。ラジオネーム千葉の狼さん、31歳の男性からいただきました。私がお願いしたいことは仲間づくりです。私はコミュニケーションが苦手すぎて、社会人になってから友達や仲間というのができずに、趣味は仲間ができるほどのものではないですし、チームワーク重視のサークルがどうしても続けられずになっています。私個人の意見ですが、そんな都合のいい神社はないですよね。さすがに。おいくつの方だろうな。31歳の方。男性。仲間作り。なるほどね。ね。ちょっとどうしても。苦手だけどというね。難しい。でも何かきっかけあればね。でもこういうふうに、思ってる方はたくさんいると思うんですけど。そうですよ。あるんですよ、ぴったり。あるんですか。さすがです、神社先生。千葉にあるんですか、はい、去年の流行語大賞って何ですか、はい、ワンチーム。ワンチーム。いや、いいですね。今、おととし予想です。去年っていうのは昨日までですから。そうです。ワンチームです。ワンチーム。私の予想通り。はい。ラグビー日本代表がですね、お参りに行った神社っていうのは、これは、宮崎県なんですけども、宮崎の大見神社というところで。いや、行けたら行こうよ。ここは、サザレイシがある神社なんです。サザレイシの、はい。国家に出てくるサザレイシ。君が出てくるサザレイシ。いいじゃないですか、今。で、サザレイシっていうのは小さな塊が、一つになって岩尾となるっていう人ですよ。あれ、音が鳴るんじゃないですよ。岩尾っていう石になるんですよ。岩尾となる。はい。なるほどね。音なり手じゃない。はい。でも宮崎遠いじゃないですか。遠いです、ちょっとここからは。千葉にもあるんですよ。千葉のですね、一宮に玉崎神社というのがございまして。玉崎神社。はい。ここにもサザレイシがありまして。一宮。はい。で、小さな粒が一つに集まって、大きな岩尾となったっていうものが、境内にあります。ああ、境内に、ね。これワンチームにぴったりの。確かに。はい、で、ここですね、玉より姫の御事っていう、まあ女性の神様が祀られてるんですけれども、これは基本的に出会い、縁結びの神様なんですね。で、山永さん一回、引き去らずでレポートしたときに、はいはい、霊ラインっていう言葉聞きましたよね。はい、霊ラインっていう、霊ライン、はい。はい。光のね。光の道ができる、ね。できるという、ね、奇跡の場所であるという。はい。その起点がここなんです。なんとすみません、大きい声出してしまいました。さすがマイクから外す。春分の日と秋分の日、日の出から神社を結ぶと、その先に、富士山があって、うんうん、その最後に、出雲大社があるんです。出雲大社。縁結びの神様と一直線です。めちゃめちゃ縁起がいいというか。プラスサザレイシでしょ、はい。これ。縁を結んで一つになる。
いろんな意味があって、もう一回お願いします。一宮の、玉崎神社、玉の前と書いて玉崎、玉の前と書いて玉崎ね、まあ、どこも有名なとこですよね。素晴らしいです。完璧じゃないですか。完璧。これはもう行きたいと思ってる人いっぱいいると思う。そうですよ。だから先ほどの方、うん、ね、ほら、千葉の狼さん、千葉の狼さんもこれでワンチームでワールドカップ、ね、好成績を収められますよ。ワールドカップに行くんですか。いや、何のワールドカップか分かんないけど、ね、そのぐらいの仲間ができる、そのぐらいの仲間ができる可能性があるってことですよ。ね、こう一歩自分から踏み出してっていう、この行動もね、大事ですもんね。それがきっかけとなってね。そう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 、そういうことですから。神社先生のお言葉を聞いてっていう。ぜひ春分の日と秋分の日行くと一直線につながる。レイラインの日ですから。レイライン、レイラインの日。レイラインですね。ベイじゃなくてレイライン、光のレイですよ、レイ。なるほど。春分の日と秋分の日、はい、行くといいそうですよ。すごい、めちゃめちゃいいこと。ぜひね、玉崎神社でいろいろ調べてみるとね、いろいろ分かるかもしれない。そうですね。サザエ市っていろいろあるけども、それとね、重なってるってのはもう。はい、すごいことだな、ね、おい。すごい。だってもう、ラグビー選手が行った場所まで把握してるんですもん、はい。そうなんですよ。あのね、神社先生ね、神社だけに詳しいのよって、他のこともいろいろ詳しいんで。そうなんですよ、ね。なんなら毎週入ってもらっていいですか。ちょっともうフリートークします知識が豊富だから。本当ですね。ねえ、飲み屋と一緒。なんじゃ、今日初めて。何言ってんすか、初めてお会いしたのに、おかしいな。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、そして、はい、この後、この後6時台は、街角 DJ、しまちゃんこと、島村幸男さんが登場します、うん。そうです。今日はね、たくさんのご利益のあるお寺を、お寺ですよ、今度は。お寺を紹介すると言ってましたけど、果たしてしまちゃんはどこに行くのか。ね。で、神社先生6時台もね、ぜひ、よろしくお願いします。はい。神社先生のご利益も続けますのでね、皆さん叶えたい願い、ぜひお願いします。発明でも大歓迎です。アドレスは、bayline@bayfm.co.jp、bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。時刻は午後6時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしておりますバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のおザ・ベイライン、1月1日揃いました。はい、さあ6時台はね、今年もこのコーナーですよ、もちろん、うん、島村幸男、島ちゃんがいろんなスポットに進出します。街角 DJ のコーナーでございます。さあ今日はどこ行ってるんでしょうか。ゆうきおー、街角のユッキオ2020ね、島村よろしくお願いいたします。お願いします。さあということで元日のレポートということで、はいはいはい、まあね、初日の入りがありましてですね、月を見ながらのレポートになりますが、気温がだいたい5度ぐらいになる。やっぱりですね、日中は暖かかったけれども、まあね、夜になりますと冷えるので皆さんね、風邪気をつけていただきたいと思いますね。さあということで、柏市にやってまいりました。柏市にありますお寺です。光龍さん伏せ弁天東海寺、初詣にやってまいりましたよ。やはり地元の方々もそうなんでしょうけれども、はい、ものすごく人が今日も出ておりました、1月1日ということでね、で小高い山の中にそびえ立つ厳かで、かつ非常に豪華立派なですね、お寺がね、本堂がございまして、たくさんの方々がこの初詣に来られているわけですけれども、はい、ちょうど18時この6時になってですね、本堂の方も、そろそろ、おしまいということなんでしょうか。おみくじももう引くことができないような状況になっております。なるほど、はい、また明日からもね、朝9時半からねやっておりますのでね、ぜひね、あ、9時からやっておりますのでね、お越しいただきたいなと思いますけれども、さてここの伏せ弁天開山1200年の歴史を誇りですね、はい、823年に嵯峨天皇より、これ勅願書といいましてですね、勅命によって国家の守護とか安定などを祈願した神社や寺院のことを、勅願書の指定を受けた、由緒ある寺院ということのお寺ということなんですね、はい、で関東三大弁天の一つとして有名で、はい、新年の厄除け、それから財運上昇などのご利益がございます。いわゆる弁天様の使いとして白い蛇が、はい、こちらにね、住職のお部屋にですね、いらっしゃる。ちらっとね、白い蛇にお会いすることができました。あら、今年もなんかすごくいい雰囲気になるんじゃないかと思いますが、はい、こちら非常にですね、気の流れがとても優しくて力強くて、やっぱりパワースポットとしてもいいんじゃないのかなと
という感じでございますよ。なるほど。で、あの本堂でお参りするときにですね、ちらっと見ましたら、うん、あの柏レイソルの方々のお花もね、寄存されていて祈願しているということなんで、なるほどね、やっぱりね、地元ですから、もう J1 昇格という流れもやっぱね、運気がどんどん上がっていくというような感じなんでしょうか。さあ、ということでね、今日のせっかく初詣に来たので、うん、島村とスタジオの2人、山ちゃん、ロビンの今年の運勢をおみくじで占ってみたいと思います、ね。なるほど。うわ、気になる。で、こちらのね、特製弁天は、おみくじを引く際に、弁天様に生年月日をお伝えした上で、みこさんがおみくじのその筒を振っていただいて、出てきた番号を、引き出しから取っておみくじをいただくということなんですね。生年月日をね。で、島村がですね、うん、すみません、若干寒くて口がかじかんでおりますが、1963年、昭和38年12月20日、うんね、で引きました、うん、言ったらですね、おみこさんに引いていただきました島村はですね、切り、うん、がいいですね、第100番第100番なんかいいな、100番吉でございました、うん、でね、読んでみますとね、はい、このおみくじに当たる人は誠に大切なり、我心の心を一つ、いわゆる自分の心ね、うん、一つで物事も良くなり、悪しくもなりて、悪くもなるよと、うんうんうん、でも結局はよしという、うん、非常にいいの、ね、あのお言葉をいただき、いいないいな、はい、でこれね、うん、おみくじを引ける時間というのはだいたいこの6時前までということなので、なるほど、事前にロンちゃんと山ちゃんの部分も引かせていただきました。ありがとうございます。ロビンが1993年3月15日、間違いないですね。間違いないです。それをですね、弁天様に申してですね、うん、巫女さんから筒を振っていただいて出てきた番号が、うん、なんだろう、第91番、ほう、91番でございます。91、はいはい、でね、見てみますと、はい、このくじ、判じていわく、このくじを引いた方は、はい、暗い夜より月夜になる、ごとく、うん、月夜になった時に心配が溶け去り、うん、喜びに合うなりということですよ。ただし、うん、満月になる時は、うん、また欠ける時なれば、うん、何事も手早に片付けるがよし、うん、つまり、うん、早くやれということらしいですね。この月というのは何を表している、本当の月夜のことなのか、そうですね、そうじゃなくて満月ですね、はい、そういうことなのか、月が満月になるとき、または、欠けていくとき、新月に向かい始めた頃ですね、うんうん、ちょうど今日が月齢が 5.9、満月に向かっての三日月ですから、まだ大丈夫でしょうかね。まだ大丈夫で、ね、世の人は、うん、いいからと言って、うん、慢心せず、うん、つつましやかに勉強すべし。あ、なるほどね、おだてられたらその気になるなって。なるほどね、うん、そう、慢心せずに、うん、つつましやかに勉強すべしと。あ、難しい言葉が並んでおります、ね、分かるかな、つつましやか、分かりますよ、雰囲気で分かってくれる、分かりました、うん、そしてですね、山ちゃん、1961年昭和36年、はい、6月17日、間違いないですか。はい、そうです。これ、こちらのですね、うん、住職のお話でありますと、うん、男女最後の役の前役だそうですね、山ちゃん。あ、そうだったんですか。はい、そうだったんです。全然知らなかったです。で、来年翻訳になりますので。あ、そうなの。お気をつけていただいて。あら、そんな山ちゃんね、うん、生年月日を伝え、巫女さんにおみくじの筒を振ってもらって、何番だ、出てきた番号が39番。サンキュー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 山ちゃんらしいですね。この吉は、このおみくじに当たる人は、うん、その体、うん、その体、うん、発明にして最地をもって世に名を知られ、大いに立身出世あるべし。あれ、すごいです。前半全然分かんなかった、後半のニュアンスは伝わったよ。自分の体で発明して、うん、自分の体で、その才能を世の中に知らして、大いに出世あるべきと書いてありますね。これ以上出世するんですか、はい、素晴らしい。あんた月がどうなってるの、ね、これどんどん磨けば励む時は、うん、それ相応に用いられ、うん、とにかくいいってことですね、うん、やこの仕事頑張れってことか。すごいいいですよ。いや、今日はほら、コンビニ占いも最高だったからね。いちコンビニ占いではないです。待ち人は遅く来ると書いてありますね、うん、あ、来るんだ。で、望み事叶う、うんうん、子宝少なしと書いてあります、うん、だね、それはだろうね、
でもいいこと多いね、僕ね。すごい、ハッピーなこといっぱい書いてある。島村も、ロビンも、山ちゃんも全員吉なんですよ。あ、いいな。もしかしたらおみくじは全部吉なのかなと思ってですね、うちのスタッフの小泉くんは大吉でございます。あら、さらに上、さらに上、いいよいいよ、大吉ですよ。でね、書いてあるのがね、あの小泉くん、帰り道に千人の住む宝の山に入りて、ついに千人となる一生を楽しむとのことだそうです。小泉くん、今夜1000人になるらしいです。もう今夜今夜1月1日に令和にね、最初の日に1000人になんだ。1000人になるんだよ。し、小川もみんなで、はい、あやかりたい。じゃあ帰り雲乗って帰ってくるんだな。すごいわ。でね、こちらの住職の下村奉仕住職にですね、あのベーラインを聞いてる皆さんにです、何かお言葉いただけませんかと言ったところですね、この2020年、子供を笑うな、なぜならば、自分が歩いてきた道である、そして、お年寄りを笑うな、自分がこれから通る道でありますよと。だ、来た道も行く道も、一旦立ち止まって、自分自身考えてみるのもいいんではないでしょうかというお言葉をいただきました。あら、深いお言葉ですよ、これ、ね、笑うなって別に笑うなってことは関係ない。老人もね、自分の来た道行く道なんですよということです。そうだよ、みんなが通る道、まあね。さあ、そしてですね、このクセ弁天は7日まで毎日朝9時から夕方4時まで、お正月の特別祈祷を行っているということですよ。で、こちらのクセ弁天へのアクセス、公共交通機関利用の場合ですね、柏駅西口からバスで、クセ弁天行き、または阿鼻子駅北口からバスで曙山公園入り口に乗ってですね、そこから歩いて大体10分ほどとなりますので、皆さんもぜひですね、足を運んでいただきたいと思います。今写真見てますけど、綺麗なお寺ですね。本当に新年の厄除け、それから財運上昇などのご利益があるということでございますね。はい、ということで、交流山伏弁天東海寺から島村がお届けしました。この交流山はね、紅に龍に山ですから、交流山伏弁天東海寺、ゆきおがお届けしました。いつもとちょっと違う感じで、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、1月1日です。ゆきおでございます。はい、ありがとうございました。なんて見てる、そんなのって。ありがとうございます、島ちゃん、ありがとうございます。どうもね、帰り千人にね、千人になる人も一人いるから、小泉さんね、よろしくお伝えください。どんな感じで帰ってくるのかね、気になりますね。楽しみですけどね。いや、でもすごい、また会う可能性ありますからね。でも本当にね、素晴らしいお寺でね、島ちゃんが届けてくれました。我々の分もね、ね、占ってくれたというかね、生年月日を伝えて引いてくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、交流塾セベンテン東海寺から伝えてくれました。さあ、この後もね、ジンジャー先生のご利益ございますんで、あなたの叶えたい願いね、ぜひ教えて、具体的に教えていただけるとありがとう、お願いします。アドレスはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。さあ、今日お届けしましょう。正月やっぱりこれでしょうね。いきましょう。大滝詠一、ロックンロールお年玉。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。はい、今日はね、1月1日ということでございます。初登場のジンジャー先生にお越しいただいております。はい、ジンジャー先生のご利益、たくさんね、こういうことをね、今初詣でお願いしたいんだというメールがたくさん来ております。もう早くも大評判ですよねえ。大人気ですか。もうメッセージ紹介していいですか。行きましょうよ。大丈夫ですか、ね。ラジオネームピクミンさんからいただきました。私は去年、30歳になりました。はい。5年間付き合っている彼氏がいるんですが、なかなか結婚の話にならず、30歳を超えてから、このまま付き合っていていいのかなと不安になる時があります。どこか、そういう恋愛成就の神社はないでしょうか、ジンジャー先生。なるほど。この方は、
早くプロポーズしてほしいと。そうです。25歳から5年間付き合っても30歳になって結婚したい。ちょうどね、ちょっと考える時期でもありますもんね。かもしれません。まあ、人によるでしょうけれども。ジンジャー先生どうでしょうか。はい、ありますね。あれほらもう、ね、さらっとあります。ね、あります。市原市にあります。はい、市原ですか。姉崎神社。おお、あら、有名な姉崎神 社、うん、ここの御祭神はですね、うん、男女の神様の、うんうん、うちの女性のシナトベの御事というあの神様の、はい、これは風をとか海を抑えるっていう神様なんですけども、うん、それとは別にですね、もともと男女一対の神様なんですね、うんうん、で、ご夫婦とも兄弟とも言われている神様 で、はいはい、でここにお祭りされた時に一緒に来る予定だったのに、あの男性の神様の方がフラフラして遊び歩いてなかなか来ないと、うんうん、それでこの女性の神様の方が先に着いちゃったんで、うん、姉崎神社っていう、そういうことか。そういう由来があるんですね。なんか聞いたことあるような気がしたけど、そういうことか。はいはい。でまあここまではあの名前の由来みたいなもんなんですけども、はい、姉崎神社、はい、ここの神様がですね、待つのは嫌だって言ったことから、うん、神社の境内には松の木が植えられてないんですよ、うん、お、松のが嫌だってことで松が嫌だ、松の木はない、はいはい、ない。さらに、うん、お正月に門松も飾らない、うん、おー、正月だというのに神社に門松、珍しい。そこまで、はい、うん、で、待つことがなかなかね、ご利益は待ち人来たるという、ああなるほど、そういうことなので待たされている女性の方がお参りすると、はあ、ぴったりじゃないですか先生。ぴったり、さすがですよ。ピクミンさんにそこまで徹底してるんですね、姉崎神社はね。はい、そうです、ね、待つということに関して、使う門松がないんですよ、ね、神社でね。普通はね置いてありますもんね、はい、ね、松この辺一帯の氏子の方も、うん、門松あまり置かないみたいです、ああそういう風になってるんですね。そっか、じゃあもうぴったりですよ。もう待ってらんない、はい、っていう人には、ね、松の嫌って方にはもうね、松の嫌ぴったりですよ、うん、ぜひね、この方ピクミンさん、はい、姉崎神社に行ってみてはいかがでしょうか。市原の姉崎神社でございます。ありがとうございます。じゃあもう一つ行けますかね。もう一方行きましょう。楓さんからいただいております、34歳の女性の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます、私は今年から、仕事で新しいプロジェクトに就きます。これまでは末端の一作業員として仕事をしていたんですが、今回のプロジェクトで初めてプロジェクトリーダーの補佐という管理側の仕事を担当することになりました。なるほど。こんなチャンスはなかなか巡ってこないので、選ばれた時には嬉しい気持ちが大きかったのですが、プロジェクト全体を管理するような仕事をこれまでやったことがなかったので、今は自分が務まるのか不安な気持ちが大きい。神社先生、ご利益がある参拝場所をぜひ教えてください。もちろん自分自身も全力出して頑張ります。素晴らしい。なるほど。まずその一言が ね、あることが、ね、大事ですよ、うんうんうん、全力で頑張るけれども後押ししてほしい。その気持ちわかる。不安でいっぱいです。新しいことを始めるのには、うん、私もいつもそうです。どっちかって臆病な方ですから。山田さんもさあね、それを支えてくれる、背中を押してくれるような神社ないですかね。ないですかね。これはさすがにないですかね。さすがにもうないんじゃないですかね。はい、あります。はい、あります。はい、あります。しかも 4万4000社。なぜかというと、これはあのまあ、八幡宮八幡様とか言われる、はいはい、八幡様各地にありますよね。いろんなありますね、たくさんあります、はい、その八幡様っていうのは、うん、あの戦いの神様なんですけれども、はい、で、有名なのは関東で有名なのは、うん、源頼朝が鎌倉幕府を開いた時に、うん、建立した、鶴岡八幡宮、はいはいはい、これは戦の前に必勝祈願をした、何かをする前にうまくいくように祈願をするという神社なんですね、うんうん、それ の、うん、あのご利益をいろんなところが、使者というか、ああそっか、元はそちらなんですね。元はそちらなんですけれども、そういうふうに、うん、近所に作ったっていう、うんうんうん、それがもう今や全国に4万4千社ある。ああ、八幡宮、なんと八幡宮がいっぱいありますけど、それが全部、例えば総武線でいうと元八幡は葛飾の八幡宮ですし、ありますね、うちの地元なんかも、はい、そういうところっていうのは、うん、あの必勝祈願するスポーツ選手などの参拝も多いんですけれども、何かあの始めたいっていう、うん、あの事業を始めたいという、うん、何か成功したいという方がよくお参りする神社なんで、うん、何かこの近所に多分八幡様あると思うので、八幡様、はい、あの何か始めた方は近くの八幡様を探してなるほどお祈りするというね。じゃあ楓さん、はい、
ね、これちょっと住所わかりませんけども、お近くの八幡様ね、なんとか八幡宮、はい、そういうところ行って、うん、いくつなんでしたっけ ?4 万4千です、うん。なんならね、気になるなら全部行っちゃうとかね。いや、さすが行けねえって言ってんのに、だから聞いてんのにっていう。行けない、そんなに。一、ね、つでも多く行けばいいじゃないですか。家の近くのね。いっぱいあるでしょ、八幡様。ねえ、でもすごい。そんなあるんですね。ね、いざ勝負。ね、仕事頑張っていただきたいと思います、うん、あ、2人にも応援してもらえるとロビンさんからお願いしましょう。応援しますよ。頑張りすぎない程度に頑張ってください。頑張りすぎない程度にっていうねことを出ましたけど、頑張ってください。また報告してくださいね。そうですね、応援しておりますよ、楓さん。応援してます、うん、じゃあもう一個ラジオネーム、もう一方いきましょう。多摩のジョニーさんからいただきました。24歳の方、ありがとうございます。とっても普通ですが、うん、いいんですよ。無病息災、無病息災もお願いしたいです。今年は後役なので、うん、怪我をせず楽しいことをたくさんできるような一年にしたいです。うん、うん、そっか、僕もね、あ、来年が翻訳でしたっけ。あ、言ってましたね、さきしまちゃんが、さきしまちゃんに言われましたけど、来年が翻訳って言われてましたけど、はい、無病息災、誰もが願うことです。成田にあります、うん、成田コミカド神社、コミカド神社、はい、ほうほうほう。今までは神話の神様を祀っている、うん、神社をご紹介してきましたけども、はい、こちらは実在の人物が祀られております。ほう、はい、鎌倉時代に幕府の悪政を倒そうとして立ち上がった貴族が亡くなったんですけれども、うん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 、正義の味方だということで地元の神様として祀られた、はあ、藤原の諸方公という方が、藤原の諸方、諸方公、諸方公、はい、以来、うん、なんか悪いこととか降りかかる災難の身代わりになって引き受ける身代わり神社と呼ばれている。はあ、で、お守りがですね、うん、身代わり守りと言われているんですけれども、うんうんうん、事故や病気の危ないところから寸でのところで助かったというお礼に来る方が多いです。あ、そうね、お守りを持っていたおかげで寸でのところで助かったという、おちゃんと報告が、そういう方がもう多いんですね、実例がね、というので、 お守りをこう安心材料として身につけておくといいんじゃないかと。なるほどね、無病息災、いや、役どうしたんですか、役、うん、まあ、この方今年は後役、後役ということね、役よけにもいいという身代わり、ね、お守り、成田のコミカド神社だそうでございます、はい、ぜひ気になる方行ってみてはいかがでしょうか。さすがこうやって見るとね、本当にね、こう千葉だけでもこん、ね、ね、千葉以外もちょっとありましたけどね、今日知らない情報がめちゃめちゃたくさんありましたもん、ね、え、うん、いろんなとこ行ってみたくなるね。 そうですね、神社に物語があるんで、うん、それを知ってから行くと、そうか、また違った、そういうのも楽しいかもしれないね、はい、いいと思います、うん、それを信じる心が必要だったのかもしれない、ね、必要かもしれませんしね、うん、そうですね、はい、皆さん本当にいい年になりますようにということでございます。ありがとうございます、神社先生、ありがとうございました、ありがとうございました。ぜひレギュラーでね、出ていただきたいなと。またぜひ。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、この後はクックロビンがあるんですね、ロビンさん。はい、そうです。お正月ね、うん、あと一品夕飯どうしようかな、うん、あとなんか足したいなっていう方のために、お役に立てたら嬉しいなと思っております。はい、この後です。ぜひお楽しみに。それで一曲ここでお届けしたいと思います。たくさんの神社の話出てきましたんでね、この曲聞こうと思います。はい、2018年公開の広瀬アリス主演映画、ミコッチャケンの、ミコさんのミコのね、ミコッチャケンの主題歌です。アレクサンドラ、アレクサンドラスタン、フェイバリットゲーム。You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline。さあ、皆さん、お手を拝借。パンがパン、あ、それ誰が殺したクックロン、数回までだと岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベラインさあ、はい、ということで、ね、ここからは各週の企画クックロビンのコーナーでございます、ね、今年もやるってことですね。本当ですね、1月1日からクックロビンでね、いや、ありがたいです。ロビンさんの手作り料理が食べられると本当にありがたいことです。はい、何なんですか、コンビニでうどん買ってる場合じゃないですよ、山寺さん、いいですけど、ね、1月1日から働いてる方もたくさんいらっしゃるんだな、本当に本当にありがたい、まあ、我々も働いてるのか、これ仕事だったらごめんなさい、もちろん、まあ、そうですけど、頑張ろうなんか変なテンションになってますけど、すいません、まあ、でもね、やっぱお正月ってもうなんか朝、うん、昼晩っていうよりは、うん、なんかお家にいたらこうずっと食べちゃいません、そうなのですよね、あのね私も実家帰るとずっと食べてて、ずっ
っとなんかあるからずっと食べてんの。あれこれ何、ずっと食べてずっと飲んでんの。何ご飯かなみたいな、わかんない。もう昨日午後から僕ね、はいはい、両親とこ行きましたけど、そうかそうですよ、ね、おふくろがずっと次から次へと出してる。本当ですか。やっぱずっと食べてる。おせち食べたりとか、おせち食べて、お雑煮食べたりとか、うん、お雑煮も、そうそうそう、あの餅は食べてないの。本当ですか。あの差し歯がね取れそうなの。あ、そうなんですか。もう歯医者やってないでしょ。はい、今日だ救急みたいなところで探して行ったんだけど、山下さんそれちょっとぐらついてるだけだから無理やり取んな方がいいです。あ、そうなんですか。今取れるかもしれません。危ない危ない。クックロビン中に取れるかもしれません。本当ですか、はい、まあでも私は今日はですね、あのお餅を使いました。だからね、そうだからお餅をやめてねって言おうと思ったら、俺お餅食べた。だからあれと思って、もう餅、小市お前餅いらねべ、歯取りそうだからっつって、でも大丈夫、餅抜いたいだぞってお雑煮で言われたんだから、まあそんなこともあるだろうと思って、うん、とりあえず紹介します、はい、今日私が紹介するのはこちらです。一口明太マヨ餅でございます。ほうほうほう。なのでこれもパクッと、はい、もうあれです、もうパクッといけるので、前歯なんですよ、大丈夫です。奥歯で噛めば、あのそんなことも言うだろうと思って、ちっちゃいサイズに、知らなかったでしょ、ちっちゃいサイズにしたので、はい、あ、また可愛いですね、はい、あ、素晴らしい。今回はですね、箱板にありがとうございます。やっぱり明太子なのこれ。そうなんですよ、ウニの色してるけど、もちろんもうウニだと思っていただいてもいいんですけど、やっぱお餅はね必ず皆さん食べると思うんですけど、あ、なんかちょっと多めに買って余っちゃったらどうしようかな、でお子さんもいるお家の方とか、うん、ちょっとアレンジしたいなって時に、うん、私はねこれが大好きな食べ方でよくやってるんですけど、はい、お餅の上に、まあ、明太子の餅ってね、そうそう、もうなんか味は想像つくかもしれませんが、うん、まだ今年1回もね、お餅を食べていない山寺さんに、はい、今年ですね、クレ食べました。あ、本当ですか、うん、まあまあ、はい、細かいことは気にせずに、はい、食べてください。もう一口でね、はい、爪楊枝取った方がいいかな、爪楊枝取って、はい、ね、ちっちゃいお餅にしっかり焼いてありますね。そうそうそう、上にちょっと黄色いものが乗っかってて、その上に海苔が、これが明太子の、明太、そうですよ、明太子ですよ。よし、どうぞ、ね、焼きたてじゃないかあれですけど、うん、うん、正直、うん、硬い。いやいやいや、そうなんですよね。いや本当にね、それ本当私のミスです。こっちに来てレンジしてもらえばよかったかな。私が焼いて持ってきちゃったから、スタッフさんにちょっと困らしちゃった、困らしちゃったけど、味は美味しいです、ね、いや、ちょ、私も食べていいですかこれ、うん、ちょっとで、ね、確認か、これこそ俺の刺し歯がもうこっちで噛んだらもう左で噛んだらもう確実に取れます。ちょっともうこのまま歯医者さん行かないとダメなんで、はいはい、この時間からやってる、そんな、じゃあ私が食べます、1月1日のこの時間やってる、はい、いただきます。右、うん、スナックです、スナック、うん、うん、硬いでも味美味しくないですか。味美味しいです。味明太子ですか、これ明太マヨです。あ、そうか、マヨが強いんだ。そうそうそう、マヨネーズ、マヨの油がね、なかなかな。なでも美味しい、美味しいですよ。私これ大好きなんですよ。これ焼きたて絶対美味しいですよ。焼きたてが最後サクサクって、焼きたて美味しいです。そこ任せればよかったんです、サクにね。確かにね、美味しい。味は後で、今全部口で一緒になりました。だからまあ皆さん作ったことある方も多いかもしれませんが、ちゃんと教えて。まず明太子の皮を取って、そこにマヨネーズを入れて、うん、混ぜてソースを作ります、うん、明太子を作る。で、あのお餅も縦半分にこう、なんていうんですか、こうよく売ってるサイズのね、四角いお餅だったら、それを縦半分に切って、うん、そこからまたちょっとこう自分の食べやすい、あ、薄くするのね、まずね。そうです、そうです。で、一口サイズに切ってから、フライパンで、片面焼いて、あ、フライパンでやってるんですか。私はフライパンでやりました、はい、で、焦げ目がついたら裏返しにして、その明太マヨソースを塗って、で、蓋をして、蒸し焼きに2分ぐらい。最初餅焼くだけでね。そうです、そうです、もう本当に簡単、で、この海苔を最後にこう散らしたり、散らさなかったり。トースターでもできるんじゃないですか。私すいません、家にトースターがないんですよ、ごめんなさい。それだけです。トースターがないんで。トースターでやった方がね、はい、まあ、トースターの方がいいと思いますけど、はい、すいません、フライパンでやりました、まあご自由に皆さん自分のお家にある、ね、やつで明太麺を乗っけて、ね、餅を焼けばそれでいいってことね。これお子さんにも大人気ですから、なるほどね。そうね、やってるよって方もしかして結構いらっしゃるかもしれませんけど、はい、結構いるかもしれませんが、一食いサイズってのはいいと思います。私が大好きな味なので、皆さんよかったら試してみていただきたいなと思います、はい、ということで、これ写真とレシピはあのザ・ベイラインの公式ツイッターの方に載せますので、美味しそうと思っていただけたら、皆さんよかったらリツイートといいねをお願いします。はい、以上クックロビンのコーナーでした。はい、ごちそうさまでございました。味は美味しかったです。よかった。今日お届けしましょう。今日からね、活動再開したバンドドーズのナンバーでございます。いきましょう。2008年放送のアニメ銀魂のオープニングテーマでしたね。ドーズ
ドンテン。ベイフェムから生放送でお届けしてきました1月1日の水曜ザベイラインラストナンバーは昨日の紅白でもね披露してました。あの緑のセットの中でね、竹内まりやさん本当感動的でした。素晴らしかった。そんな竹内まりやさんのナンバーです。いきましょう。今日リリースのニューシングル竹内まりや命の歌。生きてThis is the Bayline. バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしてきた The Bayline。 はい、エンディングとなりました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。初登場のジンジャー先生ね、いや今日はね出てくれました。いろんなご利益のあるジンジャーを紹介してくれまして本当にありがとうございました。我々もねおすすめのやつをね伺いましたけれども、はい、どうですかロビンさん。いやちょっと本当にあの鼻炎とね頭が良くなる、両方ね、両方が一つの神社で叶うっていうことを教えていただいたので、ね、もしかしたらねみんな会っててね、あの鼻のとこ撫でてる牛の鼻を撫でてるね、うん、ロビンさんに目撃するかもしれませんけどね。皆さんそういう時はあのそっとしてくださいそっとしておいてください。 ね、はい、本当に。まあ、僕も教わりましたけどね。僕あれですね、あとビビらないようになる。あここ一番いつもビビってんですよね。本当ですか。この間の M ステとかもそんな感じしない。ビビってんですよ。ビビってました。ビビってんですよ。ずっと前からビビるんですよ。でもそれ上手に隠してるってことですよね。いやビビらないでこうなんか行きたいですね今年は。うん、それとね、まあいいやそれは。いいんですか。それは神社先生で聞くから。あとで個人的に、はい、個人的に。でも忙しいからもね出ちゃうかもしれませんけどもね。そうですね。もう行ったかな、もういないかな。またこれね、いつかやりたいなと思っておりますけど、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ明日のこの時間木曜ベイライン、伊豆の亮さんと鈴木明恵ちゃん担当でございます、うん、ね。明日まで1月2日ということで、はい、木曜一発目ですからね盛り上がると思います、うん。ぜひ皆さんも参加してください。お願いします。そしてベイフェムこの後7時からはインターエクスプレス。DJはもちろん門脇智子さんです。こんばんは、というか明けましておめでとうございます。おめでとうございます。門脇さん特番お疲れ様でした。お疲れ様でございました。あんなもございませんです、ね、年末年始ひた走る門脇智子。いえいえ今日の昼間はよう寝ました。寝れましたか。寝れましたか。大丈夫ですか。びっくりするほど寝ました。よかった若い証拠。さっき起きたばっかです。さっきなのね。寝た間に何が世の中行われたか分かってないかもしれないですね。全然分かってません。大丈夫です。ただ、新年明けてですね、うん、はい、先ほどクックロビン最初の今年最初のごちそう食べない方がいいですよ加藤さん、ね、いやもういただいちゃいまして今年はねこれね違うんです。はい、焼きたてだったら美味しかったです。そうでしょうね。すごい顎の筋力が鍛えられました。私なんかこれで刺し歯取れそうだって言ったのに食べさせられたんです。食べさせられたって言い方欲しいわ。ごめんなさい。ね、これが柔らかかったら美味しかろうってというお味でございましたね。想像力で食べてください。皆さん想像力が大事ですから。大事ですよね。すいません、今年も美味しいの待っておりますよ。ありがとうございます、さあそしてですね、新年明けましてインチューエクスプレスのお正月恒例といえば、トモコのコロコロ鉛筆占いでございます。私に特別な力は一切ございませんないのかい。ただ鉛筆を転がすだけなんですが、いいそれでもいいというならば、うんうん、ライトなお悩みをね、白か黒か、うん、赤かオレンジか、ライトのやつ、はいはい、うん、そういうのをですね、うん、ちょっと占って、あなるほどね門脇がそう言うんだからその逆に行こうみたいなね。あんま重いのはダメね。重いのは、楽しみましょう。ちょうど、うん、まだお正月休みの方も多いでしょうから。そうだね、はい、そうです楽しみましょうということで、うん、今年もまたコロコロっと鉛筆占いさせて、うん、転がさせていただきますので、はい、ライトなお悩みじゃんじゃん送っていただきたいと思います。待ってます。はい、この後頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。頑張ってますよ。いやすごい、しっかり寝たそうですから加藤さん大丈夫です。よかったです。ありがとうございます、はい、さあ我々ね今年一発目のこのね水曜ザベイラインとなりましたけれども、あっという間でしたね。神社先生来てくれだけど、ほらなんかほら普通だったら今年の抱負はとか、今年はこんな一年にしたいみたいなことを言うじゃないですか。まあ言いますね。一言も我々言ってませんよね、はい、言ってないです。僕はずっと紅白の感想しか言ってないみたいな
と差し歯の話しかしてないかもしれませんけど、紅白の話まだしたいのいっぱいあったんですけど、もう時間ないですから、忘れちゃったのよ。時間ないし、忘れちゃう。もう一回録画したやつ見ていろいろ思うから。あ、じゃあ来週、うん、いや来週もいいか。そうですね。そこロビンさんどうですか、切り替えて。え、何ですか今年。ああ今年 ね2020年オリンピックイヤーをどうしたいかということですよ。ああ、だから本当にグローバルに行きたいですよね。おお、来た、うん、グローバルに。そうですよ、アメリカ生まれ、アメリカ生まれ日本育ち、うん、まあ、両方の血が入ってますから、やっぱりこう海外の方にも、そしてね、うん、日本に住んでる方にも愛されるような女性。具体的にグローバルってのはどういう風にして、ウカドルミショックグローバルになろうとしてるんでしょうか。だからあれですよね、来週のメールテーマはそれにします。みんなで、みんなでお金の飲食をどうするかっていう。なんであんた一人のことをみんなで考えなきゃいけないんだよ。どうでもいいってな。頼むよ。どうでもいいってね。ちょっとまあとにかくもう英語も頑張りたいし日本語も頑張りたいなって思っても。日本語と英語頑張る。そう、両方頑張ろうって。そういうことね。で、マデラさんどうですか。私はですね、はい、去年はね、あの2019年はね、はい、あの結構いろんなことにチャレンジしたんですよ。確かに。で、今年は穏やかにいこうかなと思ったんですけど、やっぱ年末あったゲッターズ飯田さんに、はい、去年と今年はチャレンジの年ですって言われて、それが その次の年2021年に来ますからチャレンジしてくださいって言われて、仕事ももちろんだけど人との出会いとかもね、はいはいはい、どっちかというと面倒くさがりなんですよ僕。新しい出会いと、いや別にいいかなみたいな思っちゃうんですけど、どんどん飛び込んで、うん、新しい出会いをもうそれを生かした方がいいっていうふうに言われたんで、いいじゃないですか。そうしようかなと思って。言い方もっとなんかハッピーに言ってくださいよ。もっと2021年頑張れるらしいんで、いいじゃないですか。チャレンジ、チャレンジ、ね、今更ですがチャレンジしたいと思っておりますんで、一つ皆さんよろしくお願いします。来年もよろしくお願いいたします。来年、あ、今年はあれなんか分かんなくなっちゃった。今年、今日からだよ。